はい、皆さんこんにちは、ペットでございます。三国志3の135回目ですね。やっていきたいと思います。商業投資ですね。はい、修正でも問題ないので、あとはもう工作だけね。で、河野、うん、3ヶ月だけちょっと治水させましょう。うん、あとはもういいや。はい、慶応ね。じゃあまずね、誰に任せるか、陸石さんですねに任せることにして、軍師クラス3に引き上げですね。はい、お金はね5000残しなんで7651で52万3400トンで7。あー、52万になってない。52万3400トンで7ね。はい、陸石さん、はい、北海、北海はパンチが弱いね。商業投資234。はい、ちょっとこっちに一人連れてきたいね、バックアップ要員でね。で褒美ね、5と6。はい、うん、そゆさんも次で上がりそうですね。はい、でこっちの上位をね、兵糧がもう100万になろうかとしている。で5、干拓さん来たんですけども、ここはまだまだ開発の余地があるんで、ちょっと治水目いっぱいかけましょう。はい、あ、商業投資やらせたかな、まあいいや。土地開発ですね。パンチの弱いメンツやな、しかし。で、商業投資をさせましょう。円ね。円も4、5、6、はい。まあセットですね。で艦中ね、どうしよう。毛達さんとね、投資さん移動しようか。この2と3と5、6ヶ月600。うん、六国、あ、そうそう、六国に輸送しちゃおう。6国ね。で、輸送は、この2人でね、1265、まあ4万ぐらい。
7と8、で調査234、はい、で深夜、うん、超翼さん移動できるんで、違う、なんか捜索させようとしてたな今数字間違うた。はい、で234、はい、6ヶ月600、で北へね、ここがみんな来たばっかりなので、
対象変えます。送信さん、であとはもう一つね、20常用の対象超欲さん、あとは変えるところあったかな。二国か。まあ超ああしまったね。天宝さんとか誰か送っときたかったんだけど、まあいいか。長久さんでしばらく我慢しようか。そこは。送信さんとね。損傷さんでもよかったんだ。しまったな。でも両層さんとかね、もう使う予定がないんで、カメさんをなんとかうまいことねやりたいところですね。はい、楽よね。はい、はい、珍竜なんかすごい、うちの今にゃんこさんが泣いてるんですけどね。 なんかあったかな。ここも開発か。173、はい、平原、うん、訓練は仕上がったので戦争準備。2345811、郊外さん、郊外さんじゃない、主幹さんね。主幹さん五国に行かせましょうか。主幹さんにやってもらおう。まあそうか、商業させてるんですね。ここはもう100、治水が100なんで、土地価値は急いであげる必要はないんで、っていうかもうその前にね、クリアしちゃいそうなんでね、3人貸せましょう。あ、ちょっと待って。商人、あ、いた。高めやけどね、お米売っちゃいましょうか。86なんで3000、24000の258000、はい、で、移動しましょう五国へ。主幹さん、あ、主幹さん行かせちゃった。あ、まあいいか。この3人に持っていかせよう。3065、はい、生徒ね。生徒はいや、飛ばします。はい、貝は、ああそうか、貝もいいや。はい、金魚、
棟梁ね。で城南、で牧羊、牧羊は前線なので、まず3567、はい、移動ね、六国へ帝王さん送るか、いやーいいか、治水を2と9と10、ここはそうか、分官、6人体制でしたね。はい、10旬、功能、まず褒美ね、5と6、はい、うん、もしみしょさん次の月いけそうなので、今は商業投資をさせてるのか、土地開発させましょうか、5ヶ月、諸葛金さんだけになっちゃうからやめとこう。はい、常用、工作ね、146、あー6じゃない7にしよう。で、23国に毛達さん移動、はい、で徴用ね、で、状況ね、とりあえず褒美1234567890、あーでもね、4ターンで終わっちゃうんですよね、これだと欧州さん低いな。さんとね、もうこの後ろ3、あの武漢3人ももう分官でいいかもしれない。とりあえず治水させようか、2と3と4、はい、で漢中ね、
で調査ね、お金は運ばないといけないので、でもすごい量になるね。でここはね、サイクンさんでいいか。魅力が一番高いのサイクンさんだから、まず27個を経由していきましょう。1567、はい、12000飛んで2、はい、で80、あ、ちょっと待てよ。27国の兵糧見忘れた。でも100万超えちゃうね。一人だけ移動しようか。37国ね。核輸出さんだけ。で、1万5000トンで、2。で、とりあえず、48万。で、68万ですもんね。まあちょっとお金入ってからにしようか。あとは工作だけやっとこう。156、はい、で深夜ね。で北兵ね、この移動をして終わりましょうか。長久さん、まずね、治水はまあいいね。商業都市させようか。2と3と、13。中精度は問題ないので、一旦長久さんに預けてミナで移動しましょう。三国ね。その前に三国のちょっと状態。455で兵糧が6万1000か。二国ちょっと。で、37から現地に送ってもらったらいいか。最小限でいきましょう。14567891011。お金はね636で、お米は28万5643、はい、武器は全部175261。大剣はカウンさん、こっちは長久さん、はい、はい、それではですね、ここでちょっと終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回ね、次の月になるかな、新栄王の方ね攻めてみたいと思います。ここね、都市情報が入ってないのか。まあいいか。そういう感じでやっていきたいと思います。お楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。